ちょっとあんた、どうすんの？今日出るんじゃないの？ああ、出ないなら出ないでもいいけど。出るよ。そう。何？誠には言ったのか？言ってませんよ。そうか。一息で言いなさいよ。ボソ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 。誠はまだあのアパートに住んでるのか？誠には私から言っとくから。いい。あんたが出て行ったら。いいって言ってるだろ！呆れた。まだ私にそんな態度取ってんの？何考えてんの？あんた、もう夫婦でも何でもないんだからね。偉そうにするなっつーの。大体ね、身内にあやばって外ではヘラヘラして、ほんとどうしようもないよね、マジで。すぐ便所に逃げて。誠？はいはい。ちょっと寝とうと。あ、どうした？どうしたんって今から行くとよ。夜よ、集まるの夜。今から行ったってよかろう？よくないでしょ、寝てるでしょ今俺。ワイン買ってっけん、楽しみにしときよ。あとローストビーフ。さゆきは？買い物行ってるみたい。あ、そう。じゃあそっち向かうけん。部屋掃除した？ああ。佐伯がしてくれるでしょ。あんたさ、それじゃ先が思いやられるよ。結婚したらそうはいかんちゃけん。あんたそんなんやったら捨てられるよ。旦那も来んの？当然。ちょっとトイレ。くさいくさい。じゃあ後でね。なんで電話で臭いんだよ。
まんね、ちょっと疲れてしもてから。いえ、結構遠いですもんね、誠くんの家。誠は元気ですか？はい、相変わらず。そうですか。こっちには全然連絡来ないから。今日はお父さんお一人ですか？いや、実はそうなんだ。そうですか。いや、言いにくいんだけどね。はい、リコ？もっと早く言おうと思ったんだけどさ。じゃあ、そういうわけだから。そういうわけってどういうわけなんだよ。ちょっと説明しろよ。詳しくはお父さんから聞いて。あ、多分そっち行ったみたいだから。は？多分ね、行くとこないから。あ、じゃあよろしく。いや、ちょっとなんでこっちに来るんだよ。今日来られても困るんだよ。あんたの顔が見たかったんじゃない？寂しそうにしてるから相手してやって。もう喧嘩したとかじゃなくて？じゃなくて。ちゃんと話し合ったやつ？話し合ったやつ。ちょっともうマジで言ってんの？さゆきちゃんは？変わってよ。もう今いないから。なんだよそれ。みっともない話だけど、そういうことになってね。みっともなくなんか。すまんね、ありがとう。私はあんたに申し訳なくてね。誠とあんたの結婚式も間近なのにこんなことになってしまってから。でも結婚式には出席させてもらいたい。もちろんです。そんなに気を使わないでください。じゃあ誠によろしく。え？あっしはあんたに会いに来たんだよ。誠に会うのもなんだか気まずいしな。お父さん、それはダメです。ちゃんと誠くんにも会って話してください。おお、ごめんなさい。いや、いいんだ。おお、お父さん、ちゃんとマー君と話してください。今日さんたちと集まって誠くんの家でご飯食べるんです。お父さんも来てください。いや、でも来るの。え、は？ごめん、今日やっぱりなしでいいかしら。どういうこと？なんで今？いきなりすぎやない？いや、もう俺もどうしたらいいかわからんで、ね、パニックよ。とりあえずそっち行くけん。やめてって。もかなこさん来たらまた揉めるから。おばちゃんも来るとね。いや、親父だけ。おばちゃんは家じゃない？わかった、そっち電話するわ。やめてって。ちょっとあんた止めて。もしやなかろうもんて、このバカチンが。バカチなんねん。
くん。ありがとう。ごめん、あ、今日さ、うん、聞いた？うん、かなこさんから。うん、え、え、母ちゃん？お父さん。お父さん？そんなの。おお。マーク、大丈夫？急に入ってくんなよ。まあ俺も母さんもしっかり話した結果だ。受け取れ。受け取れるわけないだろ、こんな急に。マー君、どうするんだよ、結婚式近いのに。それは絶対出る。それは絶対出る。俺が恥ずかしい。堂々としとればええ、新郎は。母ちゃんと並んで座るんだぞ。こうやって目を合わせないようにする。バカか。何？マーク、お父さんとお母さんがそう決めたんだからしょうがないでしょ。二人で決めたことは二人で決めたことね。俺は恥ずかしいことは一切してない。俺の人生は俺が決める。しなくていいから。まあ母さんも随分と我慢してきたと思う。今のあいつを見てると本当にそう思う。俺たちはこれでよかった。全然思わない。今日さ、誠の家でパーティーやったとよ。それがこげんなって。だいたいおばちゃんの話も長いし。私のせいにしなさんの。寄ればいいじゃの。気を使いなさんな。もう帰ってきたけんいい。もう旦那の誕生日も兼ねとったのに。あ、そう。おめでとうって言っといて。あ、私も言ってなかった。誕生日おめでとう。あんたたちは離婚しなさんなよ。誠の仲人なんやけ。四国に帰ろうと思っとる。もうそうか、帰ろうか。あそこは母さんが住む。だから今日は
最後に顔を見に来た、佐伯さんの。最後じゃないでしょ、結婚式でも会うし、いつだって。俺はどうでもいいのかよ。ああふざけるなよ、なんで拍手するの。佐伯さん、今日は本当にありがとう。あんたに会えてよかった。私もです、お父さん。誠の家に行けば会えると思っていたけど、あんたいなかったら結局そのまま帰ってたと思う。そっちはどげん？そっちはバリ喧嘩した。あ、やっぱり。でさ、そのあれっちゃけど。何？おいちゃんね、なんか病気が見つかったんて。おう。何それ。命に関わる病気じゃないっちゃけど、なんか人生考えたみたいやん。うん、じゃないとおいちゃん別れるわけないって。聞いてないよそんなの。おばちゃんもなんか知らんかったらしい。うん、でたまたまその病院の診断書を見て、で問い合わせたら分かったって。でおいちゃんそれ誰にも言ってないんて。だけど誰にも言ったらいかんよ。分かったよ。優しくしてやり。分かってるって。私はあんたが好きだ。いや、変な意味じゃないよ。あんたが誠と一緒になってくれて本当に嬉しいんだ。私も嬉しいです、お父さん。本当にありがとう。ちょっとお父さん。いや、これが言いたくてね。人間思いは伝えないと。死んじゃったら後悔しちゃうから。これで安心だ。やめてください、縁起でもない。随分盛り上がってるね。大丈夫か、親父。今日はもう止まっちゃおう。まあいいけど。佐伯さんね、今日はね、ちょっと一緒の布団で寝よう。いや、それはちょっとやだ。なんで？誠も一緒にいるんだから、変なことできないんだから、こっちは。ああ、でも私は帰ろうかな。なんで？今日はほら、親子水入らずで過ごした方が。いや、やだよ。俺こんな愛想のない息子と。もう親父、ほらもう佐伯が困ってるから。佐伯さんね、もう娘なんだからね。お風呂一緒に入ろう。背中流してよ。もう服着てでもいいからね。おい、いやでも服がびちょびちょになっちゃう。いいじゃないそれ。親父、ほらもう飲みすぎだよ、やめとけ。佐伯さんね、あんたは私に優しくしなきゃダメなんですよ。私はね、病気なんですよ。しゃってんじゃねえかこのバカが。痛い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 。やめてください。
おい、親父。おい、親父。マー君。おい。マー君。都合が悪くなるとすぐベンチに逃げやがって。でも病気だって。大したことない病気なんだよ、どうせ。おい、なあ、そうだろ、親父。何？大丈夫ですから。私は何とも思ってないですから。私もお父さんのこと好きです。おい、出てきてください。お願い。愛してるよ。ふざけんなよ。あんたいつ出ていくのよ。